デモンズ2は閉鎖された映画館で悪魔と戦う人々を描いたデモンズの続編である。この後にも6まで出ているが3からは日本の配給会社が勝手にデモンズと名付けたものであって正式なデモンズは2で終わりとなる。そのため3以降の作品は悪魔と戦うというコンセプトとは全く違った作品になっている。プロデューサーは ダリオ・アルジェント監督は前作と同じランベルト・バーバ。公開は1986年。日本では1987年にビデオリリース。日本でも劇場限定公開された。ダリオ・アルジェントの娘、アーシア・アルジェントの映画デビュー作としても知られている。舞台はとある高層マンション。完全オートロック製で警備員が常駐するセキュリティが しっかりしたマンション。地下には最新の機器が揃ったトレーニングジムが入っており多くの人が汗を流し、サウナや日焼けサロンも入っている。そのマンションの10階に住むサリーの16歳の誕生日を祝おうと友人たちがたくさん集まり、ロック調の音楽をガンガン流し盛り上がっていた。サリーの両親は娘の誕生パーティーのため外食中。 サリーの部屋に流れる音楽は隣に住むジョージと出産間近の妊婦である夫人のハンナ夫妻の部屋にまで届いていた。しかし誕生パーティーの主役のサリーは衣装が決まらずイライラしていた。おまけに嫌っているジェイコブの訪問を男友達が勝手に了承してしまい、サリーのイライラは最高潮に達する。サリーは数と別室にこもり、 テレビを見始め、デモンズを若者4人が復活させるという内容で、留守番少年も犬を飼っている中年女、イングリッドという少女もこの番組を見ていた。あまりの面白さに悪魔なんてと言いながら夢中で見ていたサリー。なんと復活したデモンズがブラウン管を突き破りサリーに襲いかかった。デモンズにはテレビの画面の中から実体化できる能力があるようだ。 その頃サリーの友人たちはバースデーケーキのろうそくに火をつけ主役の登場を待っていた。友人に呼ばれたサリーはデモンズにやられた傷がうずく中ろうそくの火を消した。血管が浮き上がり我慢できなくなったサリーは男友達の腕をつかむ。驚く男友達。サリーの爪が伸び自分の腕に食い込んでいるではないか。そしてサリーは歯が抜け落ち牙が生え、 デモンズになってしまう。慌てて友人たちは逃げ出そうとするがどういうわけかドアが開かない。デモンズになってしまったサリーはパーティーに来ていた友人たちを次々と襲い、デモンズが増殖してしまう。そんな中、隣に住むハンナがケーキを開けてもらおうとサリーの部屋のベルを押すが反応がない。幸いなことにガンガン流れていた音楽がベルの音をかき消したのだ。 ハンナは仕方なく部屋に戻って、ジョージにケーキを買いに行ってもらうことにした。サリーがうめき声を上げると、大量の血が噴出し床に滴り落ちた。デモンズの血は、酸のような性質を持っており、床下の配線を焼き切ってしまった。さらにサウナで汗を流していた男に、天井から落ちてきた血がかかり、デモンズに変身して、隣の日焼けサロンにいた女性を襲った。中年女が飼っている犬も、 天井から滴り落ちてきた血を舐め、デモンズに変身し、飼い主に襲いかかる。警備員は突然停電になってしまったため復旧を呼ぶため電話するものの電話も通じなくなってしまう。停電を機にトレーニングをやめた人たちがロッカールームで着替えていると、ジムに残っていた人間たちの悲鳴が聞こえてきた。慌ててトレーナーのハンクが見に行くと、 ジムに残っていた数人がデモンズに襲われていた。バーベルをデモンズに投げつけ、ロッカールームにいた人たちと共に逃げる。かしかし、完全、オートロック製の扉は停電のせいで開かなくなっていた。防弾仕様の二重構造のためバーベルや植木鉢を投げつけてもガラスは割れない。ハンクは皆を駐車場に誘導する。駐車場の出入り口も閉まっていて車をぶつけても、 開かなかった。走行しているうちに他の住人たちも駐車場に逃げ込んできた。なんとか出入り口を開けようと努力するが何をしても開かなかった。ハンクたちはバリケードを築きデモンズたちと戦うことを決意する。やがてデモンズたちが駐車場にやってきた。ハンクたちは応戦するもの,のデモンズたちの驚異的なパワーの前になすすべもなく全滅してしまう。 イングリッドだけは父親によって車内にかくまわれたが、その父親も奮闘虚しく娘の目の前で一から、尽きてしまう。車内に残された、イングリッドの周りに群がるデモンズたち。すると、まだ会場に生存者がいることに気づき、デモンズたちはイングリッドを置き去りにしてその場を、去ってしまう。その頃ジョージは、コールガールと共に、エレベーターに閉じ込められてしまい身動きが取れなく、なっていた。 やっとのことで助けに来た警備員も襲われてしまい、なんとかエレベーターの天井に逃れたジョージは、コールガールに声をかけられ、引き上げようと手を差し伸べる。直後、デモンズ化したコールガールが襲いかかってきた。ま一発のところで手を引っ込めたジョージはそのまま、エレベーターを支えるワイヤーを登って逃げ、追ってきたコールガールのデモンズをなんとか倒すことに成功する。 こうして、エレベーターから脱出したジョージは、ハンナの元に急いだ。ルスバン少年も、また天井から滴り落ちてきた血を浴び、デモンズに変身し、ハンナに襲いかかるも、ハンナの反撃に、相倒される。すると、少年のお腹からアキロン大よが誕生し、ハンナに襲いかかる。するとジョージが、まあ、一発で現れ玄関にあった傘で怪物を退治し、ハンナと二人で屋上から逃げることにした。 逃げ出す前にジョージは、デモンズたちを全滅させようとハンナを一人残し、階段を降り、踊り場に置いてある機械をこじ開け、ガスが吹き出るようにしてデモンズたちを待った。何も知らないデモンズたちがその機械の前に差し掛かったと、同時にジョージは、火がついたライターを投げ爆発を起こす。デモンズたちは、爆発に巻き込まれ全滅した。ハンナが、サリーの部屋に入ると男女が二人飛び出てきた。 サリーの友人で、クローゼットに隠れ難を逃れたのだ。ジョージとハンナとサリーの友人二人は四人で屋上に、向かうが途中、男友達がデモンズに変身してしまう。ジョージが持っていたバールで応戦し、デモンズを階段から一階へ突き落とした。屋上にたどり着き、ジョージとハンナが非常用のロープで降りる準備をしていると、サリーの女友達までもデモンズに変身してしまう。 ジョージがデモンズを突き落とし退治する。その頃全滅したはずのデモンズたちの中からサリーが立ち上がり屋上に向かう。ロープで降り始めたジョージとハンナ。もうすぐ脱出できるという時にサリーがジョージたちが降りているロープを使い物すごい速さで降りてきた。なんとかサリーが追いつく前に地上に降り立つことができたジョージとハンナ。サリーが地上に降り立つのを待ち構えてジョージが パイプでサリーを突き刺し退治する。ほっと一息つくとハンナが寒気づいてしまった。とりあえず隣のビルに行くとそこは無人のテレビ局だった。惨劇があったのは自分たちのマンションだけと確認し、ハンナはそこで無事男の子を出産した。ジョージが赤ん坊のために水を取りに行くとサリーがやってきたが、すでに目が見えず、サリーは息絶えた。そしてモニターの方を見ると、 サリーが走って、こちらに向かってくる映像が映し出された。一度は死んだサリーが、テレビ画面から復活しようとしたのだ。ジョージはバールでモニターを破壊する。これで全てが終わったのだ。二人は、朝日が差し込める、中和感を抱き去っていくのであった。ありがとうございます。